パンケーキの作り方。材料、卵お肉、卵白2個、小麦粉大さじ3、牛乳大さじ5、粉砂糖大さじ4、味わうチーズとミシス。作り方。一番目の生地、卵黄と牛乳を加え、滑らかになるまで混ぜます。小麦粉大さじ3を追加し、滑らかになるまで再度混合します。テクスチャはこんな感じです。2番目の生地、卵白と粉砂糖を加え、泡立つまでかき混ぜます。テクスチャはこんな感じです。次に2番目の生地を1番目の生地に混合します。ゆっくりと混合されるまで攪拌します。すごい柔らかく見えますね。テフロンを弱火で加熱します。キューブの型にパンケーキバターを入れます。調理されるまで約15分待ちます。そこが焦げ目がついたらパンケーキをひっくり返し、そこが約15分間調理をされるのを待ちます。パンケーキを取り除き、皿の上に置きます。粉砂糖、メシス、チーズをのせます。パンケーキができた。ありがとうございます。